北朝鮮建国70年の祝賀行事を前に各国の代表団が続々と平壌入りしています。北朝鮮への制裁が続く中、中朝関係には変化の兆しが見られました。今平壌の空港に到着したんですけれども、中国の代表団の先遣隊がまさに今バスに乗り込もうとしています。蜜月ぶりが伺えます。中朝关系很好啊，也是为了进一步扩大我们之间的传统的友谊，并且开好更美好的未来。我们这边是江西企业商会过来进行贸易投资。横断幕には中朝間の貿易や投資を促進すると書かれていて、相次ぐ金正恩委員長と中国の習近平国家主席の会談を受けた2国間の関係改善の兆しがうかがえます。